どうも、こんにちは、大悟です。というわけで今日は、服装だけで相手の性格を当てるためにはどこを見ればいいのかということをご紹介したいと思います。特に訓練をしなくても、相手のですね、性格とか、相手がどういう人間なのか、相手の心ですね、こういったものをですね、当てることができるようになるのかというお話を今日、したいと思います。でも練習いりません。皆さんがある部分に注目して、直感を働かせれば、一定以上の確率で、まあ、これもですね、普通に、当てずっぽうで決めたりとかするよりもですね、はるかに高い確率で相手の性格を見抜くことができるものっていうのをですね、今日はご紹介したいと思います。今回の研究は2012年、カンザス大学がですね、行った、実験をベースに解説します。208人にですね、あるものの写真を見せたんですよ。で、このあるものは何かって、実は服装の一部分なんですね。服装全体じゃないんです。一部分です。これ何かっていうと、靴です。この実験では、いろんな人が履いている靴ってのを見せるわけですよ。はい、この靴だけ見せるんです。その人間を見せないで。で、この靴の持ち主はどんな性格だと思いますかってことをですね、参加者に、聞いたところですね、なんと多くの人は直感で、特にですね、特別な知識とか訓練もなく、靴を見るだけでその靴の持ち主の性格を、大まかに当てることができたということがですね、この研究では分かったんですよね。なかなか面白いですよね。つまり僕らって、変に表情を見たりとか、相手の名刺とか喋り方とか、なんかいろんなもの立場だったりだとかそういうのを見てしまうとバイアスがかかるんですね。ところが何にも言われないで靴だけ、先に見るということをして、その直感にですね頼ってあげると相手がどういう人間なのかが見えてくるということなんですよね。ここのところすごく面白いところで、やっぱり例えば靴の選び方でも、お金持ってる人でもですよ、すごい高い革靴とかもうギラギラの靴とか選ぶ人もいれば、なんかこう実用的なスニーカーとか履きやすい靴とかをですね選ぶ人とかもいるわけですよ。でこれ結構性格が違いますね。やっぱり履きやすさのところで言うと実用性があって、あまり見えとか関係なくて、まあ、自分はね別にね自分だから、人とね競争したいとか思ってないとかっていう人もいれば、例えばもうバレンシアガが流行り始めたらもうすぐバレンシアガの靴買うみたいな、風のですね、こうなんか流行りに乗りたいんだろうなとか、あなんか分かりやすくなんか自分は金持ってるよ、おしゃれだよってことを見せたいんだろうなみたいな、 でも若干没個性じゃないですか、みんなが流行ってる靴をですね買うとか、そういう風にですね、こう靴だけに目を向けてあげた方が持ち主の性格ってのは分かりやすいということがこの研究では分かったんですね。でさらに細かくですね、靴の種類と性格ってのを比較したところ、どういう性格の人がどんな靴を履いてるのかってことが、見えてきました。で、これどういう内容かって、例えば、協調性が高い人は、安くて実用的な靴を選びます。だからあんまり高い靴とかじゃなくて、かつ実用的な靴ね、スニーカーとか歩きやすいとか履きやすいとか、そういう靴を選ぶ人ってのは協調性が高かったそうなんです。協調性が高い人ってのは、あんまりですね、いい靴を選んだりとか、突飛な靴とか実用性が低い靴は選ばないらしいんですよね。まあ、確かにね、芸能人とかおしゃれな人ですごい変わった靴とか、おしゃれな靴とか履いてる人いますけど、まあ、芸能人とか協調性別にないですからね。で、経営者とかでもやっぱり、協調性が高い経営者ってのは、まあ、スニーカーとかが多いですけれども、そうじゃない人ってのは、まあ、例えば、ね、一足100万とかするような限定のスニーカーが好きだったりとか、スニーカーだとしてもね、あとこう、スタッズがいっぱいついていて、なんかあんまり実用性がない靴だったりだとか、そういうの履いたりする人いますけれども、だからあれなんかはですね、やっぱりこう、協調性ではないわけですね。まあ、経営者に協調性がいるかって言ったらちょっと微妙なところですが、はい。でですね、他にもですね、あえてあります。じゃあ逆に協調性が低い人は、どういう靴を選ぶかっていうと、ブランド品の靴を選びやすかったそうです。強調性が低い人ほど、ブランド品の派手な靴を選びやすかったそうです。で、さらにこれで面白いのが、なんと協調性がどんどん低くなればなるほど、派手な靴を選びやすくなりまして、ブランド品でつま先がとんがってる靴を好むそうです。協調性が低い人ってのはすごいですね。僕ね、協調性低いんですけど、これには当てはまらないんですよね。あんまりつま先が尖ったブランド物の靴は興味ないですね。僕は履きやすさの方をですね、重視するので、そういう意味で言うと僕協調性が最近身についてきたのかなと思います。大学生の頃ね、つま先がとんがった靴買ったことありますけれども、まああれね、ホストが入ってる靴でしょうね。はい。では続いてですね。で、3つ目の特徴です。3つ目はですね、愛着不安型の人、要するに自分が愛されてるのかどうかっていうのがですね、不安だったりだとか、いわゆるこう愛着スタイルが不安型の人ですね。自分が嫌われるのが怖い。でも熱しやすくですね、冷めやすいっていうですね、結構厄介な、まあ、恋愛とかであんまり幸せになれないタイプの人なんですが、こういう愛着不安型の人ってのは、新しい靴、をですね、選びやすいということが分かってます。だからほら、靴もさ、どこでさ、買い替えるか問題ってあるじゃないですか。やっぱりこうね、一つの靴を結構ね、履き潰す人もいれば、もうすぐ、もう、新しい靴ってもうすぐ新しい靴に買い替える人いますけど、新しい靴に買い替える人ってのは、こういうところで言うと愛着不安型の可能性が高いと。つまり、他人に嫌われるのが怖い。他人に認めてもらいたい。熱しやすく冷めやすい恋愛。まあだから、恋愛関係でも、真新しい靴をですね、求めるように、真新しい、パートナーを求めるのかもしれませんね。他人の称賛が欲しいので、常にですね、他人の目線を気にしているから、ちょこちょこ靴を買い替えたりとかして、常に新しい靴、ブランドものとか、最先端のものを使ってるよってアピールをしたいわけですね。うん、結構性格出てきますね、こうやって見てみると。
次のポイントも面白くて、次はですね、外交的な人、心をオープンにして新しい人との関係も作れる人、こういう外交性が高い人ってのは、履き、古した靴とか、ハイトップのスニーカーとか選ぶ傾向が強かったんですよね。外交性が高い人ってのは結構、まあ、自分にも自信があるし、まあ、非常にオープン、マインドな、人が多いので、まあ、結構履き古した、履き慣れた靴とかをですね、履いて、いることが大きいそうですね。まあ、だからあれでしょうね。多分オープンで自分に自信があるから、あんまり靴とかそういうの気にしないんでしょうね。うん。で、ちなみにこのハイトップの靴っていうのはですね、誠実性ともですね、相関があったということが分かってるので、だからハイトップの靴なんかは、まあ、そういう意味で言うと、まあ、物事をコツコツする人とかが、結構履きやすいかもしれません。だから外交的でかつ、誠実性が高い人、他人に対してオープンマインドで結構マメな人なんかはハイトップのですね、靴を、履く可能性が意外と高かったよということが分かってるんです。面白いですね、こうやって見てみるとね。まあ、もちろん日本でどこまで当てはまるかって問題はありますが、まあ、最初に言った通りですね、この、まあ、性格と、靴の関係よりかは、靴を見ることによって感じる最初の直感的なイメージっていうのが大体当たってる可能性が高いよってことがこの研究のベースの部分なんで、まあ、そこを一応念頭に入れながら聞いてみていただければと思います。で、あとはカラフルで派手な靴を履いてる人いますけど、カラフルで派手な靴は、普通に考えたらカラフルで派手な靴を履いてる人って外交的なイメージがあるじゃないですか。やっぱりカラフルで派手な靴とかね、派手な服を着てる人ってオープンマインドなんじゃないかなと思いがちなんですが、実はね、これね、カラフルなね、服装とかカラフルな靴っていうのは外交性との相関性はなかったんですよ。だからカラフルなものが好きだからといってオープンマインドというわけではないんですね。それよりかは履き古した靴をですね、履いてる人とかの方が、意外とですね、サクッと友達になれたりする場合もあるわけですね。まあ、でも確かにそうですよね。ほら、ファッションチェック系の人とかさ、あとアーティストの人、まあ、ほんと芸術系のアーティストの人なんかも、まあ、とんでもないカラフルな靴が履いてる人いますけど、とっつきやすいかって言ったらめちゃくちゃとっつきづらいですからね。そういうのとかもあったりしますんで、ぜひ参考にしてみてください。あとはですね、よくあるのはビジネスマンっていうのは靴が命だと。ね、靴を毎日毎日磨いて綺麗に手入れしてないと仕事が来ないというふうに言われますけれども、で仕事が来るかどうかってやっぱり豆さが大事ですよね。やっぱり例えば保険でもそうだし証券でも何でもそうですけど、誠実性が高くて自分のですねためにコツコツいろんなことやってくれる人っていうのが、やっぱりですね信用されるわけじゃないですか。信用すべき相手は誠実性が高い相手なんですけど、人類の場合ね、普通人間の場合はね。ところがじゃあ見た目が良くて手入れされた靴っていうのはそれが誠実性の指標になるのかってならなかったんですよ。ここも面白いですよね。だから毎日靴を磨いて綺麗にしてるからといってその人が誠実だとは限らないということもですね分かったというのが、これ面白い研究でした。というわけでぜひ皆さんもですね、相手と会うときにはまずはですね名刺とかを交換して、あ今日はよろしくお願いしますというときには、ちゃっかりですね相手の靴を見てください。で靴から第一印象を考えてあげるという癖をつけてあげると、相手のですね性格を、当てるそのいわゆるヒット率がね、上がると思いますので、ぜひですねそういったところも参考にしてみてください。で今日はですねそんな風に初対面の相手とか、相手のですね印象とか性格、こういったものを見抜くための方法をですねご紹介しましたが、今日はですね、まあ、やっぱりこう逆に自分も見られてるわけですよ。自分も初対面の印象とか第一印象ってのが見られていて、でこの第一印象がいい人ってのはかなり得をします。具体的にどれぐらい得するかっていうと、第一印象をですねうまく作れる人ってのは半年間ぐらいね人間の第一印象って変わらないので、最初の印象をですねうまく作ることができればどんな人とも半年間は人間関係がかなり、うまくいくと。でこの半年の間にちゃんと人間関係をですね固定化させることができれば、まあ一生のお付き合いにすることもできるわけですよ。というわけで今日はそんな皆さん悩みどころの初対面の時の印象を良くするにはどうすればいいのというですね研究を、今回は続きの動画で解説したいと思います。今日の番組タイトル下の説明欄またはですね、動画のコメント欄もぜひチェックしていただきたいんですが、初対面力を高めるカリスマ研究に学ぶ第一印象の鍛え方という動画がですね今日のおすすめの動画になっております。番組タイトル下の説明欄またはコメント欄の方からですね、ぜひですね皆さん初対面の力、初対面力を鍛えてみてください。